最初はグー、ジャケボーイ、成功。お互いに事故らなければどうにかなるでしょ。高校の方が俺多分チャンスある。じゃあオープンザフラッグ、ダンジョンワールド。なるほど。バディエマです。結構テクニック系ですね。童話ですね。じゃあドロー。テクニック系いきましたね。あ、これ事故らないね。事故らないパターン。いや、やばい。やばいぞ。ただ俺もあんま強くない、ね。ライフ1点払ってアンフリージング。デッカ3枚見て、どっちの1枚。うん、強いじゃん。アンフレイジング。アンフレイジング。いいね。アンフレイジングなんかしなくてもいっぱいサーチ魔法ありそうだけど。あ、まあ。そうか、ミラクルファイターズとか高いからね。売ってないんですよ、まず。なるほどね。でも代用としてはかなりいいと思う。あ、そうですね。うん、コール、バディコール。1点回復。エクサの儀式。破壊して1ゲージ2ドロー。なるほど。で、ライフ払えば本に入れるけど。ライフ1点払って、そう、本のソウル入れます。はい、すいません。サガイ。あ、でも入らない。入らない方がいいかも。ライフ1が欲しい。あ、ドロップからなんかみたいなのがあるのか。とりあえずこれ夜だ。ワンドロー。幻想ティータイム。ドロップのドアのモンスター1枚、あ、ドア1枚をアイテムに入れます。そしたらワンゲージワンドロー。強い。強そう。強そうな動き。ライフ1点払って、グリムアッシュ。デッカで4枚見て、その中のドアのモンスター好きな枚数アイテム入れます。へえ。3枚。オッケー。うわ、なんかめくり運がやばい、ね、めくり運キモい。めくり運がキモい、ね、えぐい。エゴイッチングですね。キモいんですけど。キモいんですけど。4枚めくって3枚入ったんですけど。えぐいです。これ3枚まで、そもそも好きな枚数。好きな枚数なんだ。でもモンスターめくれたらもう全部入れちゃう。好きなだけ ぶち込めよう。ぶち込めよう。じゃあやらしいわ。いやらしいわね。やらしいわね。アタックフェイス、ベルヘンパニック。いったんですよ、僕は。先行だから2体出す必要があるんじゃない。いや、一応あります。出すある。で、ここでセンターファイター1点、攻撃3枚見て、その中のモンスター1枚なんで、うん、入れるんだっけ。こちら、ここ入れます。入れた、はい、そしたら、残りは残りデッキした。残りデッキした、はい。一回攻撃スタンド、タイエンド、ドロー。チャージアンドドロー。んー、なんか弱いぞ。なんか弱いぞ。イングガルド。おお。するとクロスを捨てて。するとクロスを捨てて。2枚引く。あ、弱い。クソ弱い。どうしよう。レバンティンサベイジ。サベイジ。捨てるカードはレバンティン。おお、捨てる。レバンティン捨てる。やばい、捨てるカードは弱い。マーリン。マーリン。3枚めくり。サビージ。チャージ&、チャージ&、手札&捨てる。手札捨てられる。捨てられる女。捨てられる女。え、なんか対抗ある？大丈夫？良くないです。サベージ逆転殺。はい。好きな武器を2本装備する。えぐい。スルスーナ。お。スルスーナ。あれ？いた。ちょっとそれぞれコールコスト洗いますね。まずバディ装備、ゲージ2ですね。で、こいつはゲージ1、ライフ1ですね。どうぞ。はい。で、装備しました。はい。はい。で、アルビドル効果ですね。はい、チャージ&ドル。はい。ああ、もう引く順番が違う。引く順番が違う。高校だよね、今ね。はい、そうです。だったら追加ゲージ払って。おお。ね、ナーゲルリングレプリカを装備します。はい、ナーゲルリングレプリカね。はい、あと1枚欲しいなぁ。くそ、あと1枚つけちゃおうかな。つけちゃおう。あ、ちょっと考えさせて。はい、
うん、でもやっちゃうやっちゃうやっちゃう。これを正そうもんな。アタックフェーズに2枚。いや、ちょっとね、かなりゲージがね、ゲージ2残して相手のターン迎えた方がお得なんだよね。そこなんだよね。ああ悩む悩むけど、このターン決める動きする。動画撮ってるからね。で、追加ゲージ払って装備、はい、アタックフェーズ開始時この2本の効果が出るんですけど、よろしいか。どうぞ。あ、ちょっとアタックフェーズ開始時か。はい、開始時、はい、こうやって効果破壊はね、されるね。じゃあここ夜の最初にして、ここ、うん、スロースは破壊して相手の場のカード1枚破壊します。ああ、でライフ1点払って走塁でしまった。そうか、ゲージ1残しとけよかった。よしよし、あそうかそうかそうか、そうなるか。オッケー、じゃあここのこいつだけ効果で発動するね。どうする、うん、つまり今メイン中に使ったことにした方がいいね。アタック開始だったらもう効果出ちゃってるから。あ、はい、効果出た後だと出ちゃうから。あ、効果に対抗だと出ちゃうからで、アタックフェーズ開始時こいつの効果出ますと。どうしよう。まあこれなんだろうけどね。ただ装備、いや待ってよ、このターン決まるかどうか問題があるんだよな決めらんないんだったらもう1ゲージ欲しいわけ、うん、だちょっと待ちまして。いやもういいや、もうでも攻撃的なムーブにするいいっすか。どうぞ。はい、はあ、負けたかなでアタック考えるんですけど、なんか貫通避けたりとかするんだろうなですね、じゃああとバディブロックも警戒した方がいいから、まあこう連携アタックで、はい、アタック時こいつの打撃をプラス1します。で打撃後貫通5点です。じゃあ向こうか、向こうか。それでワンドロー破壊します。そしたらワンドローして2ライフ、うん、でライフ1点払ってソウル入れます。決まんないじゃないかな、決まんない気がしてきたぞ。2回攻撃、あ、そこ、ここ破壊された時の能力でワンドロー、うん、はい、どうぞ、うん、今、ナイフ1は払って入れたのね、はい、一応破壊された時の能力でワンドローできるっていう。で、2回目のアタック6点どうでしょう。あ、6点じゃない、5、6、7点です。打撃上がってるからね。アタック前にメルヘンパニックする。あ、そうすると、そうすると俺は貫通でしかアタックしないから。で、うん、ここでワンドロー、うん、でアタック前メルヘンパニックね、はい、ではまあ貫通5点だね。2回目のアタック点だから対象消します。3枚以上あるので全部消してこれはお互いのモンスター全て破壊して、破壊したモンスター、ここ破壊したすぐ2ドロー、はい、でライフ2点払う。ここでライフ払うね、余裕がある。手札確認します、うん、やばい、ゲージない、ゲージがない。でライフ2払うのは次ぴったり7だからね、これね。やべえぞ、1点だけ払うか。1点払う、ソウル入れます。 OK、 でこれ2回当たったな。でもいいか、このターン決める希望が薄いんで、じゃあまず3点どうでしょうって言ってみよう。3点受けときます。受ける。でこれ3回のアタック終わったけど、3回目アタック終わった時にゲージチャーでバディブロック、まだ早いけどね。あ、そっか殴ってからでもいいけどね。じゃあ殴ってからで、じゃあ、うん、はい、そっか、殴ってからバディブロックね、はい、じゃあこれ一応カラーアタックします、はい、チャージできるんで、チャージで終了ですねやべえ決められなかったいやいや、今ね、そういうんだよね、今破壊されたの、サベージ破壊されたのはよくないね、やばいよ、こっちはこっちでやばい。幻想ティータイム、ドロップゾーンの
カード1枚。うん、こっちでいいかな。そう入れます。ちょっとワンゲージワンドロー。はい。いや嘘でしょ、やめて。いや苦しい。いやだから俺あのね、最初序盤ステルコストがアルビドロとかレプリカじゃなかったの、ガルガーノじゃなかったの、それで出っこけてんだよね。はい、これは登場時ワンライフしてデッキからアイテム手札加えるか。アイテム加えてもね、ミラクルファイターズ的なやつね。まあ圧縮かけた方が引きが良くなるんじゃないでしょうか。はい、使います。はい、これってこの中で効果破壊されるのはどうですか。これが効果破壊されない。他はされるんじゃないか。あ、これはされない、ね、こっちされる、されないか、されない、これはされる、うん、これとこれがされない。わかりました。じゃあスロースロースワロ強いな、ここ強いなメルヘンパニー。あ、ちょっと待って対抗、あでもちょっと待って対抗しない。はい、はい、じゃあメルヘンパニックで。なるほど、コールしてここワンドロー。はい、ここか。これメルヘンパニックは1枚1体コールしたことになるの。これで合計3体だから、うん、あ、いいんです。これでこれで3体だな。レフ1点払ってフリージング。じゃあ今ちょっとロイヤリティ使ってくるね。あ、はい、これで3体だから、うん、3枚。あ、4枚見ちった、うん、やっちゃった、やっちゃった。3枚見て、ちょっとそれずるいな。まあいいけど、はい、じゃあ4枚4枚から4枚のこう、これでいいよ、はい、もう一度見ちゃったんだよ。で、他シャツ取るよ。おぉ、いろいろと事故っているぞ。助けて、助けて。このカードでも今見えてる打点は2点、3点だよな。こいつはアタックできるんだっけ。いや、センターモンスターいるんでできないです、うん、で、そうだな。そうなると9は切れないんじゃないか説ですね。削れませんね。来たんじゃないか説。アタックフェイズ。来たんじゃないか説。これ三枚見て、はい。いや相当厳しいけどね。破壊もらってる。ないんでできました。戻します。二、はい、回攻撃スタンド一点。三枚見て。ぬ、ね？ぬ、ね？ぬ、ねね、って言ったけどね。ぬ、ね？これは何なんだ？これいいや。自分が入れた覚えのないカードがめくる。いや、はい。入れた覚えあるけど、まさかのまさかの、うん、そう、まさかのまさかのが全部、うん、そのドラゴン系って本に入れとく意味あったんだっけ。あの、あるレッドケープドラゴンが効果で登場すると、うん、なんかすごい攻撃力4000プラス打撃4。ただもう登場できないからね、このターンはねロイヤリティでね1点受けた。そうか、動画ロイヤリティ止まるね、結構ターンエンド。もしかするとあ、結構止まる、はい、バイスターツに頼らなくてもいいのか。ドロー、よし、このターン決めるムーブしよう。チャージアンドドロッドロー、やばいぞ。ドロッドロッドロー、アンホール、ブレイドウォール、アンホール、ブレイドウォール効果ワンドローしようかな。する意味あんのかな。する意味ないの、多分する意味ない。で、このままアタックフェーズ、アビス効果発動まで行きたいわ。どうぞ。いい？対抗はない。またさっきみたいに破壊とか言ってこない、はい、あ、これは破壊できないのか、そもそも。そうです。アビス効果、まだあった。やばいよパックリ開いた正常レバンティン、やばい。ちなみに異常をきたしたレバンティンはこうなります。パックリ開いた時に、おお、マイガー、そういうドラマね。タックファイテッ一応、うん、はい、攻め景色でここ破壊したい。いや、完全に対抗した方が強かったんじゃないか、これ貫通アタックに。あー、そっか、多分そうですね。そうですよね、やっちゃうね。なので、じゃあまあもう見せちゃったけど、俺はこうやるつもりだったから、これで貫通5点って言います。はい、対象消してワンゲージ2ドロー、はい、ダメだもん。破壊時ワンドロー、うん、さらにライフ維持使わないで、アタック前にメルヘンパニックしても、そうか、貫通だからね。そうです、貫通避ける手段がないと。で、5点なんですけど、なんか対策ありますか。一回5点か、うん、ない。
パニックしても意味ないんですよ。パニックしても貫通は通っちゃう。パニックした上でここを破壊する仕掛けがあって、普段やればあります。ある、一応。じゃあ出した方がいい。やばい、いろいろとすごい。じゃあ出した方がいい。あ、アイテムだ。登場時一応ワンライフして。なるほど、そのワンライフでかいな。3枚あるんで、塩コストなくなって全部がいかない。あ、これアタック時ね、はい、で、ガッテンをかわすってことね。やばい。で、これ3回目のアタックだけど、じゃあまあこれで一応連携7点って言うけど、何かありますかと。で、アタック時ワンチャージ、うん、さあ、連携7点。これ、これカットできれば。あ、した。なかった。ねえ、嘘でしょ。さあ、はい、さあ久々にレバー回してるけど、やっぱ攻撃がすごい頼もしくなって一本の剣が異常に強いから。そう、一本の剣が最初はグーじゃんけんぽい、はい、こうでしょ、はい、こうでしょ、どうぞ。勝った。ここの方がいいんですけど、こっちは先行だと死ぬんですけど、先行だとあれなんだよ、ヒロワール、守備札を引き続ける必要が出てくる。この手札は事故の手札、ドロー、チャージ&ドロー。あ、よ、さっきよりハンドいいぞ。よし、よしよし、いけるぞ。もう捨てるカードがあるからね、動けるぞ。強え、めっちゃ。ちょっとさっきよりね、いい登場ゲージ、ゲージがっつりで動けるぞ。カナメ、魚に登場時デッキからウェポンをサーチできるので、おっと、気空体とバトルビルディングは混成、ドロソとして入れてんのか。ドロソです、それは。聞くたただでさえ引けるんだから。妥協枠でしょ。あれ、なんか裏返ってますよ。大丈夫ですか。そうですね、ちょっと どのウェポンを加えようか悩んでるんですよ。ですね、じゃ隠しておく。どのウェポンって、今だって自分の単中にウェポンドローするか、まあ、ゲージ、そうか、ゲージ探るかな。あ、そうだ、ゲージ探ると結構効くかも。じゃあゲージ探ります。うん、いやでもハンドがドローしたい、ドローする必要があるハンドだったらドローの方がいいんだよ。そこはなんともいいよ。大丈夫っす、これでいきます。はい、ゲージ探ると動きづらい、確かに、レバーは。はい、で、加えます。いちいちかかるからね。はい、ということで、やります。はい、したらですね、流星入れます。はい、で、効果で1点与えます。あ、1点入るんだっけ。はい、効果で1点入れた時に、ウェポンリンクした時だから入れた時に、はい、はい、で、じゃあバーディコー、バーディコー回復1点回復で、ゲージ1チャージ、ワンドロー、よーし、はいはい、じゃあフェザーブレード MAT1 をソウルに入れます。これワンドローか。で、ワンドロー、 OK。 そしたら、パージ、パージ、はい、パージとかいまいち分かってないんだよ。あ、当たり前のようにパージって書いてあるけど、パージが何なのか説明してないよね。パージはここにちゃんと説明されてます。説明されてる。はい、ウェポン1枚ゲージの奥、一旦1度できる。あ、そういうことか。 OK、 はい、相手の単純にもいけますね。なるほどね。じゃあそういうことでですね、で、こうサイズによってウェポンリンクできる枚数の限界があるんだね。あ、そうなんです。一応ね、サイズ3はだいたい1枚まで、で、これは0枚。タイムセール、ゲージ2。おっとおっと。これも妥協枠っぽいよね。聞くと引けるカードいっぱいあるもんね。あの、ヒーロータイムなしです、これ。うん、ヒーロータイムないからね。ヒーロータイムが入ってない。ヒーロータイムが入ってない。次は、フェザーブレード、ソウル入れてワンドロー。なるほど、強い。ああ、でも聞くと強いね。いちいち強いね、やってることが。リサ・ナナミ。で、ブレードで打撃曲がるんでしょ、これ。はい、で、これ効果破壊されなくなるだけ。はい、効果破壊がされなくなって、じゃあフェザーブレード入れます。ワンドロー。うわ、強い、強い。で、これが打撃をプラスして貫通当たるやつだな。はい、で、この最初に入れた武器が流星が、そう、ゲージ破壊な。ダメージ与えた時ゲージ破壊。なるほど。ゲージ1、整備士の日常、ドロップゾーンにある名前の違うウェポンか気空体のモンスター手札に加えます。で、まだ引きたいと。まだ引きたいっす。で、もうパージはしてるからな。パージは、パージして、してる
してない、してない。各ターン1だけパージは。各ターン1回だけパージができるんです、うん、はい。カードかそれぞれパージ1回ってこと？はい、そんな感じです。あ、そうだね、そういうことだ。で、じゃあ入れてワンドロー、はい、どこだ、どんだけ引くねそろそろロスト引いたんじゃない？でもロスト化する前にぶっ殺せばいいだけだ。じゃあアタック入りましょう。かってかい。ですね、じゃあそれだよね、これですね、ファイター3点だ。3点でゲージを枯らすのか。3点でゲージを削って、どれがいいかな、はい、これ選べんだっけ。じゃあ2回攻撃スタンド。じゃあターン終了前にこれのパージ使って、うん、ゲージを貯めます、うん、はい。でこのままターンを終了していいかを考える、じゃあこのままターンを終了します。はい、このターンドロー、はい、どうしたらいい、これどうしたらいい、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 こうだ。チャージ&ドロー、チャージ&ドロー対抗パージ、うん、はい、はい、でですね、エヴァンティンサベージ装備対抗、装備コストガルガンのレプリカアンドロー。じゃあガルガンのレプリカ流鉱電発生します。はい、でじゃあまたサベージ逆転殺。はい、逆転殺。デッキから好きな武器装備2本装備。やばい、超やばい。まあもちろんこれと、まあそれとアビスですね。あ、アビスですね、はい、いっしゃいます。ゲージ2、はい、バディーコー、バディー装備、ゲージ1、ライフ1、はい、で、あとステター効果出ますね。あ、ステター効果、はい、じゃあステター効果対抗で朝泣き入れますよ、はい、ソウル入れてワンドロー。そうか、これで打撃がマイナス1かかるんだっけ。そう、今2枚あるんでマイナス2か、マイナス2。うわー、つらい、つらいね、それつらいね、マジかって感じだよね。マーリンの条件、はい、マーリン3枚見て考えさせてもらう。なるほど、これはチャージ&英雄手札&ポチですね。はい、了解ですね、うん、でサベージ2本目をゲージ1払って装備、はい、2本目装備コストガルガーのレプリカ。あ、ガルガーので竜電が発生する。はい、そういうことですね、はい。で、ゲージ1、スルトクロスを追加ゲージ払って装備。はい、で、ギュランダル。ギュランダルか。ギュランダルなのか。怪しいな、ギュランダル持ってきました。そうか、もう追加ゲージ払いすぎだな、でも。やっぱゲージ1削られてるのがかなり強い。ギュランダル、ゲージ2払わないと装備できないからね、結果。アタックフェイズ、アタックフェイズ、ここは破壊されないぞ。さあ移動するかどうか分からない。貫通ありますか、うん、貫通は今のところないけど、一応この後出てくる武器に貫通があり得る、はい、まずアタックフェイズ開始時に、あ、でもそっ、あ、でも、あ、そっか、デッキから1本、ドロップから2本で、うん、まあゲージ1個しかないから1本だけだよ。そうね、あとドロップに1本あります、こいつは。はい、了解です。そしたら移動これした方がいいのか、あんまりする意味ないのか、ライフ9か、一応移動しよう。打撃下がってんだよな、打撃下がってんだよ、これでパワーが上がるんだっけ、しかも防御が3000、1枚でアップして、うん、今6000アップの12000、12000か。あ、でもまあこの辺が弱っち武器はちょっと厳しい。ああ、そうですね。あとここが1万しかないです、ね、まあ、でアタック開始時効果いいですか。はい、どうぞ。まずアービス効果デッキからアタック、まあそうですよ ね。ただ装備、はい、でサベージ2本効果、ゲージが1枚しかないけど打撃上げ、これが2点しか通らないのもね、だってね。そうですね、これ偉いこっちゃだよね。偉いこっちゃだよね。多段デッキにめっちゃ効く。こうやってソウルに入ってるこいつだけがシビルクアップ。はい、そうです。そうだね、オッケーですね。で、ここはちょっと1枚はこれ。そうですね、はい。で、2枚、これはこれで、これはただコーストなんだけど、これはライフ1あるんで、はい、これ
場の数の場のカードの数分コストがなくなる。これはゲージ1も払う。ライフ1だけ。ライフ1。ドロップからの装備だから、あのこいつの追加ゲージ。ああ、そういうことか。うん、手札からの付きならかかっちゃう。はい、了解です。オッケーですか。はい、センターいますよ。そうなんだよ。しかもこれ貫通2万っつっても2点しか入んないんだよね。そうですね。でもそれでも十分じゃ十分だよね。でハンドがめっちゃ伸びてるんだよね。はい。これラスト化されたら負けんじゃん。ラスト化されたら負けるわ。じゃあまあ貫通4万の、はい、まあだから4点ですね。まあ、4点。ですね。そうですね。じゃあ対抗パージ。カラーの食らって4点食らいます。じゃあ食らう。はい、ライフ5。2回攻撃。2回攻撃、はい。はい、で打撃下がってからめんどくせえな。この3しか通らないのか、ほぼな。つまり。そうですね。だからこれで通んなかったら結構やばいってことだよね。だからこれで通んなかったらやばいね。これで、はい、ちょうどぴったり5点って言えんだけど。はい、どうしますか。でもするよね、5点。じゃあ無効化します。ですよね。はい、で2ゲージ貯めて2点回復します。こいつが言ってくんないと通らないよね。で今これで破壊されません。うん、効果では破壊されないのね。はい、うん、そういうことです。そうか、これモンスターだけじゃなくてこいつも破壊されないのね。はい、気球体が全部。全部、OK。じゃあこれ6000でアタック。6000でアタック。6000でアタック、ですね、うん、そしたらですね、ソウルガードしたいですね。ソウルガード。ただ破壊したとき、ワンチャージ2ライフ、ワンドローですね。はい、ワンドロー。え、これどうしたらいいんだ。じゃあ残りライフ7。ちょっと待って、これ。打撃力マイナス1。あ、そうか。これ打撃下がらないんだ。打撃は減らないんだ。え、マジっすか。そうだ。わぁ。ちょっとルールミスしてるね、これ。やべ、やべ、やべ。ルールミスしてるね。そっか、減らないんだ。ってことは？ってことはあとさらに追加で4点くらい。ちょっと巻き戻せないんで、これちょっとやり直すか。じゃあそしたらあの追加でじゃあ4点くらいます。はいはい、はい、そうだね、追加で4点。はい、そうですね。どうせ生きてるのか。はい、だからこの2本は打撃減らないの。了解です。そうか、はい、そうか。その程で進めてたらまただいぶ変わったかもしれないけど。うん、でこれもう取んないんで横倒すぐらいしかできない、はい、横倒すぐらいしかできない、うん。横が倒される、うん、倒されるか倒されましょう。はい、うん、終了終了。俺のターンがやってきた。さあロスト化のタイミング、はい、どうしましょうか、うん、打撃マイナス1を受けないんだよね、減らされないから、ね、はい、了解です。じゃあ俺のターンドローします。はい、ドロー。そっか、これ、はい、強いな。ここベストされて打撃は減らない。さあロストが引けない。チャージ&ドロー。相棒学園校舎設置、うん、あと何かできるか。これそうだ、この間もほらボイスでさ、あ、3枚切ったけど、うん、減って、ね、減らないぜっていう戦いやったよね。そうだ、やってたやってた、うん、よし、どうしようか。究極でやる。ドロップのウェポン、なんか今何もない。あ、来たんですよ。止まった。強い、強い。まあまあまあ、強い。ロスト化できなかったのかっていうか、そう、ロスト化されたら終わってたんだけどね。ゲージ1でこれドロップ送り回して終わるから。前寄り思想点で、うん、ゲージ1払って、かがり大場さんをコール。登場時、はい、チャージドロー。3回ほどのイロナグライエフコール。登場時、ウェポン1枚をソウルに入れます、うん、でこいつが今いくつだ？そっか、手札からじゃないから入れられるのか、ね、限界超えて。で、あと何か できるんだろう。でもあれで剣を入れ替えるのがちょっと難しくなってるね、今。ああ、そうですね。じゃあここを押し出して、リサ・ナナミコール。なるほど、これで破壊されなくなった。た現状こいつが日版の4点、5、6点、現状6点。はい、6点。そしたらですね。ちょっと待って、じゃあこれ3体目のコールだから、現状6点な、はい、ここでロイヤリティ。ああ、ロイヤリティ了解です。ただし、はい、うん。ただしなんだよね。ただしなんですよね。じゃあここでアタックフェーズ入りたいと思います。はい、入った、はい。はい、何か対抗ありますでしょうか。ないです。はい、ないです。そしたら、ゲージが1本ある。うん、ある。
まあ、ラディーブロックは打てんのか。ただこいつの攻撃が通ればなくなるんだ、ね、通ればゲージ1個消せる、うん、どうしようか。うわなんか必殺持ってるくせえくせえ、どうしようか、これ潰せんのか。必殺持ってるくせえな、くせえな。あっても足りないか。必殺どんな効果だっけ、なんかこいつを起こしてもう一回攻撃するみたいな。もう一回起こしてストロップのウェポン2枚までけど10には届かない。どうゲードロップに多分打撃アップがないから、あないのか。だからこれが入れば4点、6に4でピッ、あぴったり10だ。ゲージが3あるから、その中でその攻撃アップが2本あれば受けるのか。いける。キッズアタックフェーズ入ります。はい、ですね、はい、じゃあ、まあ、特に相手に影響するのはないね、自分が動くカードだから。2点アタック時、はい、ゲージ剥ぎたいですよね。やった2回攻撃、2点ファイト、はい、1点アタック、はい、1点アタック、はい、じゃあもう一応ファイナルフェーズ入りますよって打ちますですね。はい、でどのゲージ払うかなんですよ、はい。じゃあ1枚目これにします。あ、どうでしょうか、自分でチャージしたカードとか覚えて、これは自分でチャージした気がするから自分でパージしたやつとか。まずこれ、ね、これ1枚目、うわと、あともう1枚、はい、あちゃんもゲージ3だから、あとパージを2連打った気がするから、ここ2枚か。はい、あ、外した外した外したってことは1点足りないのか。ってことは1点足りない で、ウェポンを2枚まで総理入れられる1枚しかない。いや自分でパージしてたっぽいぞこれは。外しちゃいけなかったっぽいぞこれは。で追撃できるんだけど、で1点足んないのか。はい、これアタック時バーンダメージとかなかったっけ。アタック時バーンダメージ入れた時なのか。入れた時、はい、あじゃあ1点足りないのね。はい、惜しい。いやー悔しい、タイム惜しい惜しいな、それはチャージ&、はい、いや、チャージ&とじゃねえな、チャージ&ドロー、アンホールブレイドボール、はい、この弱っちい武器いらねえ、これサクッてワンドローします、はい、お、マーリン、マーリン、2、3枚、ねはい、ですね、チャージ&、はい、手札&墓地ですね。手札&墓地、はい、で今5枚以上あるんで、まあ、あ、まあ、ただで装備だけど、はい、レバンティンの追加ゲージ、アタックフェイズ、アタックフェイズ3本の効果出ちゃいますが、移動はしません。どうしますか。しません。じゃあでアタックフェイズ開始時効果出ますよ、はい、まず好きな武器装備、はい、じゃあ、まあ、これタダで装備、いやで終わったんじゃないか。サベージは、墓地からコストを払って装備、これと、はい、まあこれでいいや。あやばいぞ、やりすぎかこれ。じゃあまあこいつは減らない4点なので、ここからいきましょう。減らない4点2万、減らない4点2万、4点食らうと終わるからフリューゲルシールドで向こう、はい、2ゲージ貯めてライフ2点回復。途中ルールミスありましたが、減らない4点の前です。そっか、ちなみに攻撃力2万あったら大丈夫です。そうか、じゃあこうして、はい、こいつの打撃を上げます、はい、減らない5点。ああこれは減らない5点。そっか、これで打撃アップで、うん、ここは0だから。そうだね、あそういうことか。そうで次はこれでいけばまた3回目のアタックで、もう5点プレスかける。しゃないバディブロックレッグ、ちなみにでダメージ3減らすか。はい、ゲージ1、あまさかさっき落とせって話なんだよ多分絶対プレミだよね、自分でパージしてるもんね。だって、はい、うん、だから覚えとかなきゃいけないんだよ。必要だと思ってなかったから記憶する必要ないだろうと思って、うん、でこれが3減る、3減るで、うん、で次減らない4点、はい、ありがとうございました
てねねねこれは自分で反省点がね、はい、だから上と落とさなきゃいけないってこと、はい、残りのゲージまだ1枚ある、うん、なのに当てられます本当だすごい確率で落ちそうだった落ちたら勝った、まあ、途中あのこれが減らないってこと忘れてたから、ね、忘れてなければもうちょい効率のいいアタックがあったかもしれないそうですねいやゲージ選ぶの大事だそうだねちょそこは自分の技術だゲージを管理する技術をねそうだねチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたと